地と相性のいい大分、しかし意外な形から失点してしまいます。ハイボールをキャッチした清水のフィードが田中達也の背中に当たってそのままゴール。田中達也に前回対戦以来となる今シーズン2ゴール目を献上し、13分新潟に先制を許します。